た時の中でどれだけのことができるのだろう。言葉にならないほどの想いをどれだけあなたに伝えられるだろう。優しく照らしてくれる。説明する言葉も無理して笑うこともしなくていいから、何かあるならいつでも頼ってほしい。疲れた時は肩を貸すから、どんなに強がってもため息くらする時もある。孤独じゃ私が君を守るから、あなたの笑う顔が見たいと思うから、時がなだめてく痛みと共に流れてく日の光が優しく照らしてくれる。時に人は傷つく傷つけながら染まる色はそれぞれ違うけど、自分だけのストーリー作りながら生きてくのだから、ずっとずっと諦めないで一人。